こんにちは、LR チャンネルです。前回は、あの仮面ライダービルドやドラマアンナチュラルなどに出演している、俳優栄新さんの魅力に迫ってまいりました。まだ前回の動画をご覧いただいていない方はこの動画のリンクから飛んでぜひぜひ見てみてください。申し遅れました。私 LR のアジアビューティー担当、グラビア女優のひとみです。よろしくお願いします。さて今回はLR のマシュマロボディなっちゃんこと西川なつきちゃんをお呼びしたいと思います。さあ動画を見ているあなたも一緒になっちゃんと呼んでみましょう。 OK、 はい、いきますよ。なっちゃん、ちょっと待ったというわけでですね、はい、はい、どうも、本日 LR の西川なつきです。お久しぶりの方はお久しぶりでございます。はじめましての人は、はい、こんにちは。こんにちは、西川なつきです。ですね、私、はい、今さっきマシュマロボディっていう、はい、ご紹介あったんですけど、一話のムッチリボディで売ってますので、そちらを間違えないようによろしくお願いいたします。マシュマロとムッチリは何か違うんですかね、やっぱりなんかマシュマロっていうとすごい流行りに乗ってるかかって好きじゃない。あ、個人的に、うん、でも可愛いじゃん、マシュマロね。可愛い要素じゃないんですよね、私どちらかといえば。ムッチリはじゃあ何要素、なんかミスフラ時代からお前お笑い担当だよなってお笑い担当言われてたんで、さすが関西ですね。そう大阪出身で、大阪なのでね。なんでむっちりで、じゃあよろしくお願いします。じゃあマシュマロむっちりボディということで、あ、長いひとみさん、そういうひとみさんも今日なんか言えつない格好してますけど、まあ一応アジアビューティー担当なんで、どの辺がアジアなのか軽く、え、アジアン感、まあまずこのね、あの生粋の黒髪と何をしていらっしゃるちょっとね、この辺がまあ熊と戦ってきたのかなみたいな状態になってますけどすげえ、それどうなってるんですか。これはですね、あの元々はあのまあここにこういった切れ目はなかったんですよ。ですが、まあ、ちょっとここに切れ目があった方が可愛くないと思って、私があの自分でハサミを入れてこうなってる服です。あ、自作はい、自作です。すげえ、まあね、切れ目が入ってない状態のものを買って切ったっていうやつですね。まあ、そんなやべえひとみさんのことは置いといてですね、うん、そう、流れがあるからね。今日ですね、なっちゃんをお呼びしたのは、なっちゃんが今月下旬に出演がある本番舞台のことをいろいろお伺いしたくて呼んだんですけど、いいですか。そうなんですよ、いよいよですね、来週の日曜日、うん、2月の18日から下北のザ・鈴なりで、オフィス30丸深夜特急目覚めれば別の国展で舞台が上映されますので、うん、ぜひ初日に向けて頑張ってますので見に来てくださいというふうに今日はやってまいりました。ここ数日で一回投資とかも始まって、お、まあ、動画撮ってみたりとかいろんなことをねしながら進んでおります。じゃあもう完成に近づいてる。そうですね、あとは衣装縫ったりとかもチクチクしてて、あ、もう好き。衣装も手作りなんだ。そう、お、私今回カエル役で出るんですけど、カエルゲロゲロ出るんですけど、お、まあ、そういった衣装もね全部手縫いで作ってます。手作りの、あ、じゃあ全身緑のなんかちょっとこうメッとした感じの潤いあふれる感じ、ちょっとスライムとかこうつけてね、それピョンって飛んだらスライムピョンって飛んでる感じの、うん、そうだね、客席にこう前列の人たちにはこうスライムがこうピチャピチャってこう顔とかにつくかな。大迷惑な舞台そんな舞台じゃないんだねそんな舞台じゃないから最前列の席を取っていただいても大丈夫ですよ、多分皆さん確かに前席指定席なんですよ。あ、そうなんだ、じゃあもう選べないね。そう、スライムがかかるかかからないかは、スライムかかないがどんまいってことでよろしくお願いします、うん、いや、かかんないんで、これは完全にスライムかかる芝居になってきて、かかえないんでタイトルもチラシもね、チラシこんな感じなんですけど、すごいあのファンタジー要素が強いメルヘンな感じなんですけど、実際はどういった内容なんですか。そうですね、まあこれ深夜特急っていうように、まあ、ブルートレインの題材としたお話なんですけど、まああの、うん、家族、ある家族の話で、おー、あ、ちょっとあのファミリーですね、うん、壊れかけのファミリーみたいな、壊れかけのファミリー、そう、レディオ的な感じのファミリーなんですけどレディオ的な、そう、ま、レディオならぬね、そういった壊れかけの家族、まあむしろ壊れた家族が、うん、支
再生していくような物語。じゃあ現実とこうファンタジーがこう入り乱れるような。そうですね、現実世界と、まあ、妄想の世界が入り混じるような。いいですね、妄想、うん、とても素敵だと思います。あ、妄想好きですか、うん、妄想好きですか。お話になって笑いあり涙あり、あ、笑うシーンも結構たくさんあるので、ぜひよかったら見に来てください。内容もね、気になりつつなところなんですが、まあちょっとねお時間が、あ、なっちゃん稽古に行かなきゃ、そうなのというところなので、まとめていきたいと思います。はい、よろしいですか、なっちゃん。はい、改めて告知をお願いします。オフィス30丸公園渡辺エリアーカイブ第2弾深夜特急目覚めれば別の国は2月18日から27日まで、下北のザ・鈴なりにて上演いたします。下北ですからね、皆さん、まあ、演劇ついでにこうグルメだったりお買い物とかいろいろ楽しめる街ですからね。なんかおすすめあるんですか。あ、おすすめは、まあ、私は結構古着屋さんとか行ったりっていうのと、うん、あと、この今回の劇場の鈴なりっていう場所なんですけど、まあ、2階みたいな劇場になってるんですね。階段をこう上がって、で2階部分が劇場みたいな、で1階部分、まあ、外なんですけどに美味しいたこ焼き屋さんありますから、ね、ちょっと早めに来てそこでたこ焼きを食べてからこう、まあ、舞台を見るみたいな感じで、ぜひ皆さんもこの深夜特急鈴なりです、見に行ってください。来てください。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。なっちゃんと2人で締めたいと思います。はい、はい、LR チャンネル、ひとみ、西川夏希でした。バイバイ。